病院から連絡が来たけど、意識戻ったのか？なんとか。私3日も寝てたのね。もうこのまま意識戻らないのかと思ったわ。何笑ってんのよ。私が意識なくしてたのは、カケルが事故を起こしたせいでしょ。そんな俺を責めるなよ。俺だってムチ打ちで痛い思いしたんだぞ。私の怪我と比べないでよ。さっき医者から聞いたけど、お前下半身麻痺ってマジか。そうみたい。これからカケルに迷惑かけちゃうね。俺が面倒見るの？もう歩くのは難しいらしいから。いや、ちょっと事故っただけで車椅子とかダサすぎだろ。なんでそんなひどいこと言うの？俺はムチ打ちで済んだのに下半身麻痺とか。カケルがイライラしないで安全運転してれば、私こんなことにはなってなかったよ。渋滞とか誰でもイライラするだろ。出かけたいって言ったお前が悪い。二人で出かけるって決めたでしょ。事故なんていつどこで起きるかわからないだろ。お前はこういう運命だったんだよ。ひどい。もっと寄り添ってくれてもいいじゃない。ひどいのはお前の方だよ。元気に歩けるリエを返してって、お前の親にすごい責められてるんだぞ。両親だってショック受けてるはずよ。まあ俺が下半身麻痺にならなくてよかったわ。どういう意味よ。私でよかったってこと？まあそういうことだな。最低。思ったんだけどさ、嫁が車椅子とか恥ずかしくて無理。は？私のことが恥ずかしいの？そりゃそうだろう。俺みたいな普通な人とお前は違うからな。下半身は不自由になっちゃったけど、私だってカケルと同じだよ。一緒にするなよ。お前は障害者だ。まだ現実を受け入れられてないのに、そんな言い方しなくても。俺お前のこと面倒見るの無理だから。ショーにサポートしてもらわないと私生活が大変だと思うんだけど。そういうの迷惑だから。お前に金使いたくないんだわ。どういう意味？お前の親に家をバリアフリーにリフォームしてやれだとか、いろいろ頼まれてるんだよ。そうしてくれると助かるんだけど。いやいや、娘返すから自分たちの家リフォームしろって感じ。それって私とカケルは一緒に住まないってこと？そういうこと。てか障害者の嫁とか無理だから離婚な。なんでそうなるの？俺の人生プランではさ、車椅子の嫁はいらないんだよ。車椅子ってそんなにいけないこと？カケルにとって私は何だったの？事故前まではいい嫁だったよ。どういう意味？家事もしてくれるし、マッサージも進んでしてくれるし、頼めば何でもしてくれる便利なメイドだったから。私のことそんな風に思ってたんだね。でももう歩けないし、お荷物だわ。迷惑かけると思うけど、自分のことは自分で何とかできるように頑張るよ。どうせ俺に頼ることになるんだよ。仕事に家事、おまけにお前の世話までするとか、ごめんだわ。カケルがそんなこと言うとは思わなかった。お前の理想を俺に押し付けるな。もう私が何を言おうが離婚なのね。何度も言わせるなよ。お前とは離婚だ。後で離婚届持っていくからサインよろしく。私の名前はリエ。夫と二人暮らしです。夫とは結婚3年目で、結婚記念日のお祝いに食事に行こうとした時に事故は起きたのです。仲の良かった私たちはよく車でドライブに遊びに行っていました。その時から感情が運転に出やすく、危険な運転をすることもありました。事故当時も夫の無茶な運転によりガードレールに突っ込んでしまい、私は下半身麻痺を患うこととなってしまったのです。事故後、私が下半身麻痺で車椅子生活になると知った途端に、あからさまに態度が変わりました。そして離婚を告げてきたのです。ですが悲しみから怒りに変わる衝撃の事実を知ることになりました。数日後。今日病院行くから。何しに来るの？離婚届持っていくんだよ。もしかしてお見舞いと勘違いしたのか？するわけない。あんたの顔なんか見たくないわ。わざわざ俺がお前に届けた役所に提出してやるのに、その態度はないだろ。そんな急いで出さなくてもよくない？こういうのは早いうちがいい。結婚記念日に事故るとか、
お前と一緒にいるの不吉だから。離婚理由って本当に私が下半身麻痺になったことだけが原因なの？それ以外ないだろう。車椅子の嫁はいらない。私の両親が昨日ドラレコ見たらしいのよ。あ、何が言いたいのか分かんないんだけど。タケル浮気してるんでしょ？え急に何？俺のこと疑ってるのかよ。車の中で浮気したんだね。ドラレコに証拠残ってるよ。なんでお前の親が勝手にドラレコ見てんの？私が買った車だよ。許可する権利は私にあるでしょ。まあ証拠が残ってるなら言い訳しても無駄か。浮気相手にあいつとは別れるから結婚しようって本気で言ってたの？あれはその場のノリ。でも今は本気で思ってる。本当に離婚することになったからな。ひどい。裏切ってたのね。お前はいい嫁だったよ。家事とか何でもやってくれるし。かけるが何も手伝ってくれないから仕方なく家事してたのよ。それに稼ぎも良かったしな。でもその体じゃ働くの無理だよな。私のことなんだと思ってんのよ。都合のいいやつ。最低。でももう用なし。別れる決断ができてよかったよ。お前と離婚してすぐに再婚する。ここまでクズだって気づかなかった自分が情けない。再婚相手金持ってるから慰謝料は二人から払ってやるよ。当たり前のことを威張らないで。払ってもらうのにその態度なんだよ。私の車壊したんだから修理費用もちゃんと払って。もう運転できないのに修理する必要あるのか？私が一生懸命働いて買った車って知ってるでしょ？じゃあまた一生懸命働いて修理すればいいだろ。かけるが払うべきだからちゃんと払ってよね。まあいいや、あいつに払ってもらうから。自分で責任取りなさいよ。プライドないの？俺は賢く生きてるだけ。話にならないわ。お前とは今日で最後だ。ぼちぼち車椅子生活頑張ってくれよ。かけるに言われなくても強く生きてみせるわ。うわ、悲劇のヒロインかよ。もうあんたに会うことはないわ。さようなら。8年後。リエ、久しぶり。どちら様？え、忘れたのかよ。元旦那のかけるだよ。ああ、私の人生をめちゃくちゃにした元旦那が何の用ですか？単刀直入に言うと、結婚式の時に買ってあげたドレスと婚約指輪を返してほしいんだ。今さら何なの？そんなの取っておいてあると思ってるわけ？まさか捨てたのか？トータル100万以上したぞ。残してる方がやばいでしょ。マジかよ、金が必要なのに。あれ、再婚相手お金持ちとか言ってなかった？当時は金があったんだけど散財しまくって使い切ったんだよ。使い切るってよっぽどのアホね。あんたは働いてないの？実はリエと離婚した後に酒とギャンブルにハマってさ。うわ。仕事に行けない日が続いてクビになって仕事を転々としてたんだけど全然続かなくて。再婚相手は働いてないの？もう離婚したんだ。2年前に振られたよ。稼ぎのないあんたに嫌気がさした感じ？そういうことだな。あんたが昔私を捨てたようにあんたも捨てられたのね。そこでリエに頼みがあるんだけど。あんたの頼みなんか聞いてる暇はないのよ。そんなことを言わないでさ、お金貸してくれないかな。貸すわけないでしょ。ギャンブルにでも行く気？違うよ、俺生まれ変わろうと思って明日アスカト会社の面接に行くんだ。え、そうなの？でもお金なくてスーツも買えないから金貸してほしいんだよ。これ以上借金も増やしたくないしさ。働いてないのに借金まであるの？150万くらいだからそんなに多くないけどな。だったら早く返済すればいいのに。事故で保険金もらっただろ。俺も怪我したんだし少し分けてくれよ。私の保険金当てにしないで。自分で保険入ってなかったのが悪いんでしょ。優しくないな。そんなんじゃいつまでも独り身だぞ。余計なお世話。それより面接落とさせる前に辞退した方がいいよ。は？なんでお前にそんなこと言われないといけないんだよ。落ちること確定だから。適当なこと言うなよ。お前に何がわかるって言うんだよ。
だって私、そこの社長だよ。え？あんたなんか採用するわけないじゃん。嘘だろ。車椅子のお前が社長？笑わせるなよ。信じられないなら面接に来れば、門前払いしてあげるから。マジか。俺に捨てられてどん底で生活してると思ったのに一人で抜け駆けかよ。事故を起こさずに車椅子になってなかったら、私は起業なんかしてない。どういうことだ？面接受けようとしてたのに会社のこと調べたりしなかったの？調べなくても面接くらいできるだろ。車椅子とかバリアフリーに特化した会社なの。車椅子で生活しづらい社会を変えたくて起業したのよ。よく起業なんてできたな。障害を持っていても車椅子でも目標を持てば成し遂げられるってことを示したかったの。それが誰かの希望になればいいなって。そうか。あんたと離婚するときに車椅子になる私のこと侮辱されたり、他の人にも冷ややかな目で見られたり、たくさん辛い思いしたわ。悪かったよ。辛い思いしてるとか考えられなかった。せっかくあんたの記憶なくしてたのに、これ以上私の邪魔しないで。起業するなんて、リエって天才だな。俺たちやり直さないか？私の話聞いてた？聞いてたけど、やっぱりやり直そう。いやいや、アホなの？私も無職の夫は無理。そんなこと言うなよ。俺のことまだ好きだろ？絶対ない。私婚約者いるし。誰だ俺のリエを奪ったやつ。俺のところに戻ってこいよ。怖すぎるからちょっと黙ってもらえる？じゃあよりは戻さなくていいから、俺のことを採用してくれよ。車椅子の人を差別するような人は採用できません。俺がいつ差別したって言うんだ？事故直後に車椅子は恥ずかしいとか、俺とは違うとかいろいろ言ってたでしょ。私一生忘れないから。もう8年も前のことだろ。いい加減忘れろよ。忘れられるわけないわ。俺のこと採用しないんだったら、お前の会社のあることないことネットに書き込んで悪い噂広めてやるからな。逆にそんなことしたら名誉毀損で訴えるけど大丈夫？脅迫罪にも当てはまると思うけど。脅してるのか。俺は本当にやるぞ。会社の評判が悪くなってもいいのか？脅してるのはそっちでしょ。3年以下の懲役、または50万以下の罰金だってよ。何の話だよ。私があんたを訴えた時の罪状。匿名って知ってるか？そう簡単には捕まらないから。早速ネットに書き込みしてくるかな。捕まらないことを証明してやる。せっかく助言してあげてるのに、どうなっても知らないから。絶対に捕まらない自信しかないわ。警察なめるな。すぐ見つかるよ。よくニュースで話題になるじゃん。てか、その行動力もっと他で使えっつーの。え、みんなすぐ見つかってるの？さっき書き込んできたけど、俺も捕まるのか？私があんたを警察に突き出したらすぐ捕まるんじゃない？リエ、本当にごめん。今までのこと全部謝るよ。謝られても遅い。私はあんたのこと許さない。そんな、今から会社に行くから直接謝らせてくれ。来なくていいから警察呼ぶわよ。いや、直接会えばきっと俺の気持ちが伝わるはずだ。今から行く。待っててくれ。はい、警察と一緒に待ってます。後日談。その後、元夫は本当に私の会社に押しかけてきて、大きな声で暴れ、警察の方に連行されました。8年ぶりに元夫と会いましたが、かなり老いて見るに耐えない状態でした。保釈後は生活するお金もなく、借金がさらに膨らみ、毎日ヤクザが押しかけてきているそうです。さらに家賃を滞納しすぎてアパートを追い出され、ホームレスになってしまったのだとか。一方の私は婚約者とは無事再婚し、毎日とても幸せに暮らしています。会社の経営も順調で、私以外の車椅子の方たちが今よりも住みやすい社会になるよう、これからも精進していきたいです。